皆さん、こんにちは。黒猫の宮です。白猫のマオだよ。野良猫勉強会へようこそ。今回の動画は、2021年度の中学受験の入試問題の一問一答になります。実際に入試に出た漢字の問題を、30問4セット、計120問をクイズ形式で読み上げます。問題の答えの漢字を実際にノートに書いてもいいし、動画を見て漢字を覚えることもできるよ。それでは早速始めましょう。漢字の書き取り、その16。第1問、製薬会社で働いているの。製薬を漢字に直すとどう書きますか？製薬の漢字はこう書きます。第2問、抽選の結果に引きこもごもだの引きを漢字に直すとどう書きますか？引きの漢字はこう書きます。第3問、汽車に乗るの汽車を漢字に直すとどう書きますか？汽車の漢字はこう書きます。第4問、日本の人口の推移の推移を漢字に直すとどう書きますか？推移の漢字はこう書きます。第5問、私腹を肥やすの私腹を漢字に直すとどう書きますか？私腹の漢字はこう書きます。第6問、食後に風邪薬を服用するの服用を漢字に直すとどう書きますか？服用の漢字はこう書きます。第7問、白羽の矢が立つの白羽を漢字に直すとどう書きますか？白羽の漢字はこう書きます。第8問、これは私が考案したものだの考案を漢字に直すとどう書きますか？考案の漢字はこう書きます。第9問、紅花を使って布を染めるの染めるを漢字に直すとどう書きますか？染めるの漢字はこう書きます。第10問、文化財を守るの文化財を漢字に直すとどう書きますか？文化財の漢字はこう書きます。第11問、雑誌を毎月買っているの雑誌を漢字に直すとどう書きますか？雑誌の漢字はこう書きます。第12問、お経を唱えるの唱えるを漢字に直すとどう書きますか？唱えるの漢字はこう書きます。第13問、将来の夢は看護師になることだの看護を漢字に直すとどう書きますか？看護の漢字はこう書きます。第14問、ドイツ語を独学で学ぶの独学を漢字に直すとどう書きますか？独学の漢字はこう書きます。第15問、指令を受けたまわるの受けたまわるを漢字に直すとどう書きますか？受けたまわるの漢字はこう書きます。第16問、車は文明の利器であるの利器を漢字に直すとどう書きますか？利器の漢字はこう書きます。第17問、臨機の処置が重要だの臨機を漢字に直すとどう書きますか？
臨機の漢字はこう書きます。第18問、余った時間を有効に使うの、余ったを漢字に直すとどう書きますか。余ったの漢字はこう書きます。第19問、定期預金を活用するの、預金を漢字に直すとどう書きますか。預金の漢字はこう書きます。第20問、美術品の展覧会を見学するの、展覧を漢字に直すとどう書きますか。展覧の漢字はこう書きます。第21問、形勢が不利になるの、形勢を漢字に直すとどう書きますか。形勢の漢字はこう書きます。第22問、手書きのメモを備忘録として置いておくの、備忘を漢字に直すとどう書きますか。備忘の漢字はこう書きます。第23問、意見が分かれるの、分かれるを漢字に直すとどう書きますか。分かれるの漢字はこう書きます。第24問、手紙に時効の挨拶を書くの、時効を漢字に直すとどう書きますか。時効の漢字はこう書きます。第25問、目上の人を敬うの、敬うを漢字に直すとどう書きますか。敬うの漢字はこう書きます。第26問、肉眼で見るの、肉眼を漢字に直すとどう書きますか。肉眼の漢字はこう書きます。第27問、全国の方言を再録するの、再録を漢字に直すとどう書きますか。再録の漢字はこう書きます。第28問、哲学の領域に関わる問題の、領域を漢字に直すとどう書きますか。領域の漢字はこう書きます。第29問、妹はアイドルの卵だの、卵を漢字に直すとどう書きますか。卵の漢字はこう書きます。第30問、春から地元の企業に勤めるの、勤めるを漢字に直すとどう書きますか。勤めるの漢字はこう書きます。漢字の書き取り、その17。第1問、暴力の横行は許せないの、横行を漢字に直すとどう書きますか。横行の漢字はこう書きます。第2問、努力が報われ良い結果となったの、報われを漢字に直すとどう書きますか。報われの漢字はこう書きます。第3問、時代の風潮に合わせるの、風潮を漢字に直すとどう書きますか。風潮の漢字はこう書きます。第4問、ガラスの容器に入れるの、容器を漢字に直すとどう書きますか。容器の漢字はこう書きます。第5問、チームのメンバーに奮起を促すの、奮起を漢字に直すとどう書きますか。奮起の漢字はこう書きます。第6問、突然の朗報によって
学級の雰囲気が明るくなったの。朗報を漢字に直すとどう書きますか？朗報の漢字はこう書きます。第7問、郵便局でハガキを買うの。郵便を漢字に直すとどう書きますか？郵便の漢字はこう書きます。第8問、先祖代々受け継いだ家宝を象にしまうの。家宝を漢字に直すとどう書きますか？家宝の漢字はこう書きます。第9問、孫にも衣装とはよく言ったものだの。孫を漢字に直すとどう書きますか？孫の漢字はこう書きます。第10問、見つからないように細工するの。細工を漢字に直すとどう書きますか？細工の漢字はこう書きます。第11問、身を粉にして働くの。こう漢字に直すとどう書きますか？粉の漢字はこう書きます。第12問、会場が熱を帯びるの。帯びるを漢字に直すとどう書きますか？帯びるの漢字はこう書きます。第13問、お菓子を製造するの。製造を漢字に直すとどう書きますか？製造の漢字はこう書きます。第14問、統一感のあるデザインを考えるの。統一を漢字に直すとどう書きますか？統一の漢字はこう書きます。第15問、船から岬の灯台が見えるの。灯台を漢字に直すとどう書きますか？灯台の漢字はこう書きます。第16問、唯一の女性大臣として皇位点の輝きを放つの。皇位点を漢字に直すとどう書きますか？皇位点の漢字はこう書きます。第17問、喜色満面の笑みを浮かべるの。喜色を漢字に直すとどう書きますか？喜色の漢字はこう書きます。第18問、会の招待状を送るの。招待を漢字に直すとどう書きますか？招待の漢字はこう書きます。第19問、子供の頃を回想するの。回想を漢字に直すとどう書きますか？回想の漢字はこう書きます。第20問、無事に合格したことを報告したの。報告を漢字に直すとどう書きますか？報告の漢字はこう書きます。第21問、怪我が治りチームに復帰するの。復帰を漢字に直すとどう書きますか？復帰の漢字はこう書きます。第22問、世界遺産に登録されるの。遺産を漢字に直すとどう書きますか？遺産の漢字はこう書きます。第23問、おじいさんのお墓に花を供えるの。供えるを漢字に直すとどう書きますか？備えるの漢字はこう書きます。第24問、一部だけ文を省略するの。省略を漢字に直すとどう書きますか？
省略の漢字はこう書きます。第25問、クラス会のお知らせを往復はがきで送るの、往復を漢字に直すとどう書きますか？往復の漢字はこう書きます。第26問、友人の胸中を察するの、胸中を漢字に直すとどう書きますか？胸中の漢字はこう書きます。第27問、弟子を育てるの、弟子を漢字に直すとどう書きますか？弟子の漢字はこう書きます。第28問、童心に帰って遊ぶの、童心を漢字に直すとどう書きますか？童心の漢字はこう書きます。第29問、年齢相応の振る舞いをすべきだの、相応を漢字に直すとどう書きますか？相応の漢字はこう書きます。第30問、トカゲの飼育は難しいの、飼育を漢字に直すとどう書きますか？飼育の漢字はこう書きます。漢字の書き取り、その18。第1問、新人の型破りな言動に驚くの、型破りを漢字に直すとどう書きますか？型破りの漢字はこう書きます。第2問、国会答弁を聞くの、答弁を漢字に直すとどう書きますか？答弁の漢字はこう書きます。第3問、優しい看護師に出会ったの、看護師を漢字に直すとどう書きますか？看護師の漢字はこう書きます。第4問、新しい勢力が台頭してくるの、台頭を漢字に直すとどう書きますか？台頭の漢字はこう書きます。第5問、禁断の場所に入るの、禁断を漢字に直すとどう書きますか？禁断の漢字はこう書きます。第6問、この球場の収容人数は3万人だの、収容を漢字に直すとどう書きますか？収容の漢字はこう書きます。第7問、古くなった屋根を補修するの、補修を漢字に直すとどう書きますか？補修の漢字はこう書きます。第8問、桃の節句を祝うの、節句を漢字に直すとどう書きますか？節句の漢字はこう書きます。第9問、運命に身を委ねるの、委ねるを漢字に直すとどう書きますか？委ねるの漢字はこう書きます。第10問、個人の考え方を尊重するの、尊重を漢字に直すとどう書きますか？尊重の漢字はこう書きます。第11問、仏教には多くの宗派があるの、宗派を漢字に直すとどう書きますか？宗派の漢字はこう書きます。第12問、とっぷりと日が暮れるの、暮れるを漢字に直すとどう書きますか？暮れるの漢字はこう書きます。第13問、読書の時間は
私服の時だの、私服を漢字に直すとどう書きますか。私服の漢字はこう書きます。第14問、立方体の容積を求めるの、容積を漢字に直すとどう書きますか。容積の漢字はこう書きます。第15問、選手に秘策を授けるの、秘策を漢字に直すとどう書きますか。秘策の漢字はこう書きます。第16問、この服は絹でできているの、絹を漢字に直すとどう書きますか。絹の漢字はこう書きます。第17問、給油が来訪するの、来訪を漢字に直すとどう書きますか。来訪の漢字はこう書きます。第18問、論文を参照するの、参照を漢字に直すとどう書きますか。参照の漢字はこう書きます。第19問、道路の測量をするの、測量を漢字に直すとどう書きますか。測量の漢字はこう書きます。第20問、老若男女が集まるの、老若を漢字に直すとどう書きますか。老若の漢字はこう書きます。第21問、後片付けをしますの、しますを漢字に直すとどう書きますか。しますの漢字はこう書きます。第22問、容易に解決できる問題だの、容易を漢字に直すとどう書きますか。容易の漢字はこう書きます。第23問、台風が九州を縦断するの、縦断を漢字に直すとどう書きますか。縦断の漢字はこう書きます。第24問、ロッカーに貴重品を入れるの、貴重を漢字に直すとどう書きますか。貴重の漢字はこう書きます。第25問、髪を結うの、結うを漢字に直すとどう書きますか。結うの漢字はこう書きます。第26問、火山活動の兆候が見られるの、兆候を漢字に直すとどう書きますか。兆候の漢字はこう書きます。第27問、いくつかの問題が派生するの、派生を漢字に直すとどう書きますか。派生の漢字はこう書きます。第28問、敗北に選手たちは奮起したの、奮起を漢字に直すとどう書きますか。奮起の漢字はこう書きます。第29問、その問題には、私は感知しないの、感知を漢字に直すとどう書きますか。感知の漢字はこう書きます。第30問、外国に物資を輸送するの、輸送を漢字に直すとどう書きますか。輸送の漢字はこう書きます。漢字の書き取り、その19。第1問、心に深く記すの、記すを漢字に直すとどう書きますか。
シルスの漢字はこう書きます。第2問、父の教えに背くの、背くを漢字に直すとどう書きますか。背くの漢字はこう書きます。第3問、病人を看護するの、看護を漢字に直すとどう書きますか。看護の漢字はこう書きます。第4問、10年来の願い事が成就するの、成就を漢字に直すとどう書きますか。成就の漢字はこう書きます。第5問、人前では気後れしてしまうの、気後れを漢字に直すとどう書きますか。気後れの漢字はこう書きます。第6問、送られてきた書簡に目を通すの、書簡を漢字に直すとどう書きますか。書簡の漢字はこう書きます。第7問、最近のニュースは同じ話題ばかりでいささか縮小気味なの、縮小を漢字に直すとどう書きますか。縮小の漢字はこう書きます。第8問、声に人を騙す行動の、声を漢字に直すとどう書きますか。声の漢字はこう書きます。第9問、不動産の売買には注意が必要だの、売買を漢字に直すとどう書きますか。売買の漢字はこう書きます。第10問、私腹を肥やすの、肥やすを漢字に直すとどう書きますか。肥やすの漢字はこう書きます。第11問、神よ、どうかこの惨劇を将来あれの、将来を漢字に直すとどう書きますか。将来の漢字はこう書きます。第12問、沿岸で漁業を営むの、沿岸を漢字に直すとどう書きますか。沿岸の漢字はこう書きます。第13問、今日の気温を寒暖計で測るの、寒暖計を漢字に直すとどう書きますか。寒暖計の漢字はこう書きます。第14問、長時間労働を見直すの、労働を漢字に直すとどう書きますか。労働の漢字はこう書きます。第15問、万国博覧会を訪れたの、博覧を漢字に直すとどう書きますか。博覧の漢字はこう書きます。第16問、追い詰められて降参するの、降参を漢字に直すとどう書きますか。降参の漢字はこう書きます。第17問、車が激しく往来するの、往来を漢字に直すとどう書きますか。往来の漢字はこう書きます。第18問、観光として続いている習わしも多いの、観光を漢字に直すとどう書きますか。観光の漢字はこう書きます。第19問、店を臨時休業するの、臨時を漢字に直すとどう書きますか。臨時の漢字はこう書きます。第20問、正攻法の番組作りが求められるの、正攻法を漢字に直すとどう書きますか。
正攻法の漢字はこう書きます。第21問、幅広い交友関係を持つの交友を漢字に直すとどう書きますか。交友の漢字はこう書きます。第22問、往復切符を買うの往復を漢字に直すとどう書きますか。往復の漢字はこう書きます。第23問、師の教えを説いて諸国を回るの説いてを漢字に直すとどう書きますか。説いての漢字はこう書きます。第24問、この書類には本人の署名が必要だの署名を漢字に直すとどう書きますか。署名の漢字はこう書きます。第25問、牛乳を飲むの牛乳を漢字に直すとどう書きますか。牛乳の漢字はこう書きます。第26問、生地を十分に練るの練るを漢字に直すとどう書きますか。練るの漢字はこう書きます。第27問、分別のある行動をしようの分別を漢字に直すとどう書きますか。分別の漢字はこう書きます。第28問、この机は洗練されたデザインだの洗練を漢字に直すとどう書きますか。洗練の漢字はこう書きます。第29問、意見を共有するの共有を漢字に直すとどう書きますか。共有の漢字はこう書きます。第30問、輪になって座るの輪を漢字に直すとどう書きますか。和の漢字はこう書きます。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今後も動画を投稿していきますのでチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。